はい、皆さん、こんにちは、カムリケース福音レディオの時間がやってまいりました。はい、いや暑いね、本当にもう全国各地で37度か38度ぐらいの気温があるみたいじゃないですか。はい、いや、やっていけないですよね、本当にもう暑くて本当にもう、だから熱中症には皆さん気をつけてください。水分補給も忘れないでくださいよ。うん、まあ唯一の熱中症対策としてはやっぱあれですよね、あの家から一歩も出ない、はい、家で冷房の効いた部屋にいちいち過ごす、ダラダラして過ごす、何もしないで過ごす、もうこれ一番の熱中症対策ですよ。はい、うん、皆さんもぜひねやってみてはいかがでしょうか。はい、私は今エアコンが故障しているのでやっておりません。はい、今回は告知会だからね、皆さんにねこれから言われる情報をね拡散してほしいです。まあこの夏もね、静岡県内ではねそういうテクノ電子音楽系イベントがね、目白押しなんですよね。うん、で今週日曜日に草原でアンビエントイベントをやるじゃん。でお町でバラエティ豊かな夏祭りをアンナさん主催でやるじゃないですか。うん、でそして次の週の土曜日に、まあ、いつもやってます御殿場リンクロでミュートやるじゃないですか。うん、山の日に焼津でボンサマーバック、あ、まあこれムー大陸ムーツアー主催に出たけど、まあ、それもやるじゃないですか。で8月の19日の土曜日、なんとね草原でデザインの復活イベントをやって、でダズバーでテクノ DJ であるシゲさんの20周年パーティーが開催されるという、記念すべきイベントが2つも開催されるっていうね、うん、サマーソニックやフジロックには対抗できるぐらいのホットなイベントがたくさんありますよね。うん、まあでもさすがに全部はもう紹介できないんで、うん、でそこはね、まあ今日が近いイベントだけ告知したいなと思っております。ではよろしくお願いします。7月30日の日曜日、静岡のライブハウス草原にてアンビエントイベントを開催いたします。はい、でそのイベントのタイトルは草原環境音楽部アンビエントミュージッククラブ、場所は草原、時間はオープンが17時半から開演が18時、料金は1000円プラスワンドリンク500円、出演者は大阪からカラーレスレコード、タンタンレコード、そしてパグマルセンサーの3組で、この日の草原はもう環境音楽一色に染めていきますんでね、うん、もう夏らしいあの清涼感のある気持ちの良いサウンドが聴けるんじゃないでしょうか。うん、で詳細の方は、まあ、動画の概要欄の方に書きますんでね、そこをチェックよろしくお願いします。はい、草原環境音楽部アンビエントミュージッククラブに入会させていただくことになりました。はい、まあ、このイベントは、まあ、お店側の主催のイベントで、まあ、かなさんに誘われて、まあ、僕はライブ出演することになったんですけど、アンビエントだもんで、そうだな、まあ、なるべくね、うん、まあ、今暑いから、うん、暑いもんで、ちょっとね、アンビエントって結構涼しいイメージがあるんじゃないですか。だからちょっとね、うん、清涼感のある音を奏でていたらいいなと思ってるんですけど、うん、まあ、時間帯もねオープンが17時半だもんで、夕方だもんで、ちょうどね、うん、気温が下がってね、ちょっと過ごしやすい気温になるんじゃないかなっていう時に、そのね、うんうん、清涼感のあってもう涼しい感じのね音をね、うん、奏でるっていうね、うん、まあ僕だけじゃなくて、まあタンタンレコーズもあのカラーレスレコードさんも、はい、本当にもうこの日のね草原は本当にもう癒しのスポットになるんじゃないかなと思って、うん、でそもそもパグマルセンサーってあのライブではアンビエントってやったことないですよ、うん、だから自分でも今ちょっとどんな感じの環境音楽していこうかなっていうのをちょっと模索している最中なんで、そうだな、
なるべくもうアンビエントにあの通知混ぜるか、それともちょっとノイジーな感じちょっと攻めていこうかな、ちょっと迷ってるんで、ちょっとね、まあそこ何が出てくるのか自分で分かってないもんで、ちょっとまあその日草原に来る方はちょっとそれをちょっと期待してみてください。はい、うん、なるべくね、ちょっと、まあ、癒しの空間を作れたらいいなと思って、うん、そして気持ちいいって言ってもらえるような気持ちいい思いをさせるっていう、うん、それがまあ含みレコード、まあ、パグマルセンサーの音楽のやる上でのちょっとモットーなんですけど、うんね、そしてタンタヌ君のね、アンビエントの音といえばやっぱタンタヌレコードと、あと大阪からカラーレスレコードさん、この方はあの去年の秋の M3 で会いました。はい、で CD も買いました。とても気持ちよかったです。はい、こちら音源だけしか聞いたことないんで、ちょっとライブはどんな感じなのかちょっとすごい個人的に楽しみにしております。まあ、 あの4月30日夕方の草原にてぜひともね、涼みに来てください。はい、クーラーもガンガンに効いてあると同時に、僕らもね、なんか清涼感のある音をね出していきますんでね、ぜひとも遊びに来てください。はい、多分終演が多分20時ぐらいになると思いますんで、はい、まあ、順調にいけば。はい、ちなみにあの開演時間18時に来ることをお勧めします。なぜなら出番はパグマルセンサーだからです。はい、でそのね、草原のアンビエントイベントと同じ日にある4月30日の日曜日、静岡駅の高架下にあるライブスペースお町にて夏祭りが開催されます。はい、これはあのね、アンナさん主催のイベントなんですけど、はい、で時間がお昼の12時から夜の22時までの長丁場となっていて、料金は1000円。まあ、長丁場だもんで、まあ、DJ もあったりとかマシンライブ枠もあったり、ダンスもあって、まあ、朗読もあってね、結構いろいろバラエティ豊かなイベントになってて、うん、まあ、マシンライブ枠はまあアンナさんと、まあ、かやぬきさんとあと丸が参加して、これはまあぜひともね、うん、来てみてはいかがでしょうか。はい、ちなみにこのイベントは、まあ、僕出ないんですけど、まあ、ちょっと本場ちょっと草原のライブの前にちょっと顔出す予定でいます。はい、で詳細の方は、まあ、動画の概要欄をチェックよろしくです。ぜひともね、7月30日遊んじゃってください。この2つのイベントよろしくお願いします。はい、でその次の週かな、いつも告知しています、8月5日土曜日、御殿場リンクロの電子音楽イベントミュートが開催されます。はい、で時間は会場19時、開演が19時40分、で入場無料でドリンクオーダー必須となっております。今回のゲストはピコクラウン、スカイフォンスピーカーズ、レギュラーはミュート主催者のかやぬきさんで、マルとアナさんで、転換時の DJ は大地さんとなっております。はい、こちらも詳細の方は動画の概要欄をチェックよろしくです。いやーね、とうとう血が近づいてきましたよね。今本当にもうゆうりくんと一緒にスカイフォンスピーカーズの打ち合わせとか リハーサルとか練習をやってるんでね、結構ね、もううちらも本当分かってないよ、本当にどんな形式なのかって、もう言葉では多分表現できないっていうのも分かってるんだけど、うん、それは本当に当日現場で見てもらわないとちょっと本当分かんないもんで、ちょっとだって初ライブですからね、うん、だから僕もゆうりくんも気合い入れて当日はやるんでね、はい、ぜひともね、そのね瞬間をねちょっと目撃していただきたいなと思って現場で、はい、ピコクラウンさんはまあ、はい、あいさんのニキヤコンではちょっと見ましたね、うん、その終わりぐらいのアンナさんのあの横になりたいバーで見させていただきました、うん、で、まあ、その方々とね一緒のイベントで共演できるのをね非常に楽しみにしてますんでね、はい、まあ、演者としてもオーディエンスとしても本当楽しみにしてますんでね、はい、この日の8月5日土曜日はね、リンクロに遊びに来ちゃってください。はい、あの終演後は打ち上げもあります。オールナイトぶっつけでもやりますんで、はい、そちらの方にも参加してはいかがでしょうか。はい、うん、ちなみに僕は、まあ、参加する予定でいます。はい、
はい、そろそろ含み入れでも終わりとなります。はい、まあ今回は告知会でしたね。うん、まあ、僕は4月30日の日曜日に草原でパクマルセンさんのライブと、8月5日土曜日の御殿場臨港でのミュートスカイフォンスピーカーズの初ライブの2本に人前で出て演奏させてくる機会がありますけど、やっぱ楽しむことが一番ですからね。うん、自分が楽しければそれでいいって感じじゃなくて、なんかまあ自分だけじゃなくて人にも楽しんでもらうっていうのは、そういう気持ちを持つ、あ、これどうなんだろうな、これちょっと聞かせていいなと思って、あ、でもまあ4月30日はね、うん、まず静岡市にいる方はね、お昼から大町に行ってライブやら詩の朗読、まあ、フラワーアート等のさまざまなパフォーマンスを見て楽しんだ後、夕方には草原に行って環境音楽を楽しんでいただく、うん、まさしくね、充実とした最高な一日になるんじゃないですかね。うん、あの近くの方はぜひともね、4月30日日曜日、この2つのイベントにね行ってみてはいかがでしょうか。はい、でまた草原の環境音楽のイベントを、まあ、多分20時ぐらいに終わるんで、でまたもうお町に戻ってきてもう22時まで楽しむっていう、あとね、福見レコードのね YouTube チャンネル登録、高評価ボタンとコメントをお願いします。でそれで夏やることできたじゃないですか。はい、まあ夏はね、まあ、冒頭でも言いましたけどね、うん、いろんなイベントがね、静岡だけじゃなくてね、全国各地でもやりますからね、まあ、どれかね、ちょっと自分もね、ちょっと遊び、まあ遊ぶというか、なんかまあ、何らかのイベントにちょっと顔出す予定でいますんでね、はい。うん、ぜひともね、その時は挨拶させてください。はい。以上、パクマルセンさんの河村ゆきでした。ありがとうございました。なんかイベント行けよ。はい。